コーヒーを一つ。はい、お会計2ドルです。ミルクそのまま？ソイミルクもしあれば。わかりました、2ドル75セントです。知ってた、75セントがソイミルク。でもミルクは無料。もし私の息子が乳製品 NG だったら。あなたの話じゃないわ。息子が乳製品 NG なのよ。僕乳製品ダメっぽ。ねえ知ってる？乳製品 NG の子供を持つ親は年間1000ドル以上の大豆関連の料金を支払うことになるのよ。乳製品 NG の子に関わる痛みは深刻だ。あの子を見てください。娘は毎朝大豆の準備のためだけに店に働きに来ないといけないんです。こんな不公平は終わらせなければ。福利協定を結べるはず。私は乳製品 NG の全セレブを知ってる。ポルフス国会、ちょいと、あたしらが電話すべきは一人。これはどういうことかな。どうなんです大統領、あなたの娘さん乳製品 NG なんでしょ。どうして国のコーヒー店がソイミルクで75セント請求できるんです。娘にソイは飲んでほしくない、危険だ。もうパパったら、そんなの危険じゃないんだってば。勉強だ、勉強しなさい。エストロゲンがなんとかだ。それってもう時代遅れ、こんな議論無駄。サーシャ、私は議論してんじゃない、お前を止めてるんだ。押すぞ、核スイッチ。やるぞ、俺やるぞ、やっちゃうぞ。バイバイ、バイバイ世界、バイバイロシア、バイバイ友よ、全部サーシャのせい。パパ、私15よ、パパがやんないのわかる。じゃあ、お前何してほしい。我々は200万ドル借金してんだ。タイマーを合法化。何？ごめん、続けて。タイマーを合法化して税を取れば、新しい税収で大豆を助成できるでしょ。素晴らしいアイディアだ。なんで気づかなかったんだろう。お前、いつかアメリカのすごい大統領になるぞ。親友で議員でもあるノースケンタッキーのポールフスコに早速伝えよう。おお、とうとう民主党も共和党も賛成できる法案だ。子供たちのために初めて見解が一致したわね。コーヒーを一つ。はい、お会計2ドルです。あとは何か。完璧なのをいただけるかしら。わかりました、2ドル75セントです。